WebTV ご存知ですか？供託制度では供託制度の概要を説明していますが、今回はその中に出てきた執行供託についてもう少し具体的に説明をさせていただきます。民事執行の手続きにおいては、執行の機関または当事者が執行の目的物となる金銭などを供託どころに供託し、供託どころがその目的物の管理と執行当事者への交付を行うという制度があります。これを執行供託と言います。ちょっと難しいですね。それではまず民事執行手続きについて説明します。民事執行手続きとは、例えばお金を貸した人、債権者の申し立てによって裁判所がお金を返せない人、債務者の財産を差し押さえてお金に換え、債権者に分配するなどして債権者に債権を回収させる手続きのことです。そして執行供託とは、このお金に換えられた財産を供託どころに提出し、供託どころでこれを管理し分配するものであり、民事執行手続きの一部を担っています。執行供託は少し複雑なので、一つの事例をもとにした再現ドラマを見ていただきながら説明させていただきます。それではご覧ください。今回のケースの主人公は会社を経営する佐藤さんです。ある日突然、会社の代表取締役である佐藤さん宛に裁判所から差し押さえ命令が届きました。従業員の山田さんの給料を差し押さえるというものでした。山田君。はい。会社にこんなものが届いたんだよ。これは君の給与を差し押さえるっていう裁判所からの命令のようだ。しかも2通も来てるんだ。申し訳ありません。一体どうしたって言うんだよ。ちゃんと説明してくれないか。実は1年前に実家で一人暮らしをしている母が病気で倒れまして、手術費用や入院費の足りない分をいくつかの金融会社から借金しました。しかしここ数ヶ月は返済が滞ってまして、支払いの催促を受けていました。どうしてこんなになる前に相談してくれなかったんだよ。申し訳ありません。まあ、分かったよ。今後は経理担当者とよく相談してくれ。しかし裁判所からの命令となると従うしかないだろうしな。とは言っても差し押さえられたお金を誰にいくらどうやって払うのかもわからないし、これまで裁判所から差し押さえ命令などを受け取った経験がなかった佐藤さんは、どう対応したらよいのか不安になり、弁護士に相談をしました。なるほど、大体の事情は分かりました。私もこんなケースは初めてでして、一体どうしたらいいのか。もし債権者が押しかけてきたら、私の会社が負債を抱えていると誤解されるかもしれません。もしそうなったら、うちみたいな小さな会社は信用を失って倒産してしまいかねません。お気持ちはよくわかります。ですが冷静に対応すれば何も心配はいりません。まず確認ですが、
差し押さえ命令は2通来たのですね。はい、そうです。差し押さえられた山田君の給与は手取り額が30万円です。それなのに差し押さえ命令を見ると請求債権額がそれぞれ20万円と50万円と書いてあるんですよ。そういった差し押さえ命令が複数来た場合は差し押さえられた給料を供託しなければいけません。供託？ええ。差し押さえられた給料分を債権者に直接支払うのではなく国の機関である供託どころに預けてそこから債権者に払ってもらうんです。どうしてそんなことをしなければいけないんですか？ねえ、給与を差し押さえた債権者が複数いるわけですから会社の判断で誰にいくら支払えばよいのか決めるわけにはいけません。ですからこうした場合供託手続きをしなければならないと民事執行法という法律で定められています。これは義務なので義務供託なんて言われてるんですよ。なるほど。でも今回はたまたま2つの差し押さえ命令が送付されてきたんですけどもし1つだけだったら供託できないんですか？いえ、差し押さえ命令が1つの場合は差し押さえられた給与分の額を債権者に直接支払うかまたは供託するか選ぶことができます。誰だかわからない債権者に払うのではなく国の機関に払うわけですからそれだけでも安心できますよね。そうですね。これが供託書きなんですよ。これに今言ったことを書いて法務局にある供託どころに提出すればいいんです。おお。さて、執行供託の事例を再現ドラマでご覧いただきましたが、今の事例をもとに執行供託とはどういうものかを整理してみましょう。複数の金融機関から借金をしていた山田さんが返済を滞らせたので、各金融機関は裁判所に山田さんの給与等の差し押さえの申し立てを行いました。そして裁判所はこの申し立てが理由があると認め、差し押さえ命令を出して山田さんの勤務先の会社にこれを送達しました。このように給与が複数の金融機関によって差し押さえられた場合には、会社としては差し押さえられた部分の給与を支払うことはできません。差し押さえ命令の送達を受けた会社は、法律上の第三債務者として給与の差し押さえられた部分に相当する金銭を供託しなければならないことになります。このような供託を執行供託と言います。この供託の後、裁判所において各金融機関に公平に分配するための配当手続きが開始され、各金融機関に対しては法務局にある供託どころを通じて配当額の支払いが行われることになります。ところで、従業員は給与の全額を差し押さえられると生活を維持することが困難となることから、給与の全額が返済金となるわけではありません。支払われる給与の一定額については、生活を保障するために差し押さえをしてはいけないことになっています。執行供託についてご理解いただけましたか？実は執行供託と一口に言いましたが、執行供託にもいろいろなものがあります。先ほどのドラマでは差し押さえというものが出てきましたが、仮差し押さえというものもあります。また税金を納めないものの財産に対して税務署が差し押さえるケースもあり、この場合も執行供託が利用されます。執行供託についてもっと詳しく知りたい方は、どうぞ遠慮されずにお近くの法務局にご相談ください。お待ちしております。